はい、スカルトルーパーですって。スカルトルーパーです。おもろいな。ほら、スカルトルーパーだぞ。ゆずきん TV のゆずきです。なんかあれ、中国からなんか変なものが届きました。なんでしょうね、皆さん。これなんか黒い箱のなんかわからないんで、一回開けてみましょう。よいしょ。裏皆さん向けたらダメですからね。あれれ、なんですかねこれ。なんですかこれ。なんですかこれ。なんだろうね。キモい鬼がおりますね。わかりませんね。あらら、あれ、なんかスカルトルーパーいますね。見せてなんかスカルトルーパーいますね。なぜでしょう。さて、僕にもわかりません。いろいろ服が入っていますね。おっと、はい、オッケー。ハ
ロウィン使いたかったけどな。再現ではないね。そうだね。おいみんな、チャンネル登録しないとこの手でブツブツよ。オッケー、これでみんなチャンネル登録してくれたね。今見てる人は絶対に高評価押さないと。えらいくちゃくちゃやな。何のやつ？バトルバスの。見せて見せて見せて。バトルバスの服でーす。はい、くしゃくしゃやな。じゃあ次行こう。ちょっと。あ、上手に切る。あ、こっちの方が。ガルドの表面です。じゃあつけていい？うん、つけていいよ。うん、これ似合ってるわ。で、そのボタンスイッチを押してみ。今押して。もうここにぴったり。あ、ここ声がいいです。みなさんどうですか、これすごいこらんやんか。やってるよ。うん、柔道にやってるの。皆さんね、僕のこの帽子とかスカルドルーパー似合ってるか似合ってないかコメントで書いてくださいね。今回はエピックさんからすごいものが届いたので、それを紹介していきました。よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、次回のズキン TV でお会いしましょう。バイバイ、またね。みんな動画見てくれてありがとうございました。こっちの動画も見てね。この動画も見てね。チャンネル登録もここら辺にあります。